島県会津若松市にある会津鉄道芦ノ牧温泉駅です。看板猫として観光客から大人気のラブ駅長とアテンダントのさくら。節分の今日は大切なお仕事がありました。それは豆まきです。新型コロナの影響で利用客が減少した駅を盛り上げようと鬼退治に挑戦しました。コロナやっつけてまた前みたいにいっぱいお客様がラブちゃん、さくらちゃんたちに会いに来てくれるように列車も使って駅に遊びに来てほしいです。ラブ駅長たちが駅員の力を借りながら豆をまき、関係者らは新型コロナの収束を願っていました。